103回目を迎えた全国高校サッカー選手権大会の新潟県決勝。準決勝までの4試合を無失点で勝ち上がった新潟明君と、4試合で32得点を挙げた開志学園 JSC。 堅守が武器のチームと抜群の得点力を誇るチームによる戦いが殿下ビッグスワンで行われました。試合はいきなり動きます。キックオフからわずか40秒でした。ロングスローからセッター、セカンドボール、右足のシュート、もう一度先制点は新潟明君高校。2年生鈴木海斗が押し込み先制。新潟明君1点のリードを奪います。前半13分にはフリーキックのチャンスを得ると、キャプテンの斉藤瑛太、惜しくもオフサイドでゴールとはなりませんでしたが、新潟明君がチャンスを演出します。攻撃力が自慢の開志学園 JSC は前半16分、コーナーキックから3年生の岡田貴樹がヘディング、相手ゴールに迫ります。早く追いつきたい開志学園 JSC、 ボールをエース阿部陽に集めます。阿部は準決勝まで14ゴールを挙げたチーム得点王。しかし堅守を誇る明君ディフェンダー陣に阻まれ、ネットを揺らすことができません。エンドが変わった後半4分、徳丸勇気のクロスから最後は岩槻伊良が左足を振り抜けます。ゴールへの期待が高まります。しかしその1分後でした。徳丸のスルーパスに反応した阿部が明君のゴールキーパー加藤と接触、危険なプレーとみなされレッドカードの判定に。チームの得点源である阿部を失った開志学園 JSC、 1人少ない10人での戦いを強いられます。数的有利となった新潟明君は後半14分、8番この間のシュートのこぼれに12番、鈴木、これはオフサイドの判定で追加点とはなりません。続く後半39分にもキャプテン斉藤瑛太のシュート、バーに嫌われ、またしても得点とはならず。後半アディショナルタイムにも新潟明君が猛攻を仕掛けますが、ここは開志学園 JSC の途中出場福田が体を張りゴールを許しません。なんという守備、素晴らしいスライディングシュートブロックでしたね。去年同じ舞台で敗れた悔しさを晴らしたい開志学園 JSC。 ロングスローから流れたボールに途中出場の宇都宮、最後まで諦めない姿勢を見せます。そして思いを込める右足、手を上げた、ファーサイド、こぼれた、パンチングかけ出した、まだあるか、そしてコーナーキック、いや、ここで試合終了のホイッスル。開志学園 JSC は数的不利でも諦めずにゴールに向かい続けましたが、新潟明君がその鉄壁の守りを最後まで貫き、県内59校55チームの頂点に、そして9大会ぶり7回目の全国大会出場を決めました。最高です。筋トレ頑張って体を強化して絶対優勝します。全国は厳しい予選を勝ち抜いてきたチームが揃うので、その中で自分たちの強さを発揮して絶対勝ちたいと思います。無失点で、メイクらしいサッカーが最後までできて、本当に生徒を褒めてあげたいなと思います。新潟県民の思いを背負って、戦いたいと思います。全国でもしっかりメイクらしいサッカーを表現したいと思っています。一方、全国への切符を2年連続で決勝の舞台で逃した開志学園 JSC。 君たちと全国行きたかったなっていうのはやっぱりかなり春、やっぱりな、3年間泣かねえと思ってたんだけどな、やっぱ泣くな、無理だわ、あと一歩だった。だけどこうやって頑張れば
ね、こういうふうなところまで来れるっていうのはみんなが示してくれたから、まあ、これがねまたねつながっていけばまたね開志学園は素晴らしい学校になると思うから、この経験とこの悔しさとやっぱ生かしていくしかないから、本当それしかないんだよな、まあ、今日のゲーム、まあ、本当最高だった、素晴らしかった、うん、やることはな全部やれたし、まあ、10になってからもな、うん、惜しいシーンもいっぱいあったしな、まあ、だけど結果は結果として受け入れなきゃいけないから、まあ、前に進もう。夢の全国の舞台を目指し最後の1秒まで戦い抜いた両校の選手たち、参加59校2185人の思いを背負い、新潟明君がこの冬7度目の全国に挑みます。